はやり豚先行率に固定したカトリ線行を真上から見たところかやり木はカトリ線行を安定して燃焼させ灰の飛散を防いで後処理を容易にする道具。端的にはカトリ線行用の灰皿である。夏の風物詩の一つ。蚊を積極的に駆除する製品がカトリ線行のみであった時代には重要な役割を果たしていたが電気カトリの普及以降は カトリ線香とともに一般家庭における役割を縮小しており実用品として利用される機会は少なくなったものの工芸品として現在も製作・販売されている。なお、カトリ線香を複数枚封入した製品では金属製の先行率や線香皿が封入されていることが多いがこれら金属製の先行率や 線香皿については、かとり線香の項を参照。一般に本体には、熱伝導率が低い統制が用いられ、その本体内部に、かとり線香を収める形状となっており、渦巻き型のかとり線香の中心部分を、Y 字型の線香率などに固定した上で、かやり機の内部に横向きにセットした状態で用いる、製品が多い。先行は下記であるため、かやり機の本体には、 不燃性、難燃性、耐火性を持つ陶器などが用いられる。また、線香の燃焼部位が、非熱容量が大きい陶器や熱伝導性が高い、金属と接触してしまうと、燃焼維持に必要な熱がそれらに拡散して、火が消えてしまうことがあるため、線香の安定した燃焼を確保しつつ十分な酸素を供給できる状態を維持する必要がある。そのため、 線香をかやり機に装着する際には、Y 字型の線香率にかとり線香の一端を固定し、線香の他の部位がかやり機筐体に接触しないように保持する。なお、かとり線香を縦方向にセットした状態で用いる半円形あるいは三日月型のような形状のかやり機もあり、このような製品ではかっとり線香の中心部分を横方向から指示する構造となっている。 かやり豚豚を型切った陶製のかやり豚はかやり器の代表的な形状の一つであり三重県四日市市の一万古焼きのものなどが有名であるかやり器の形状に豚が用いられるようになった理由には諸説ある歴史的にはかとり先行が発明される以前の江戸時代の武家屋敷よりとっくりを横向きにして豚の形に見立てた陶器が発掘されておりもともと野外で かよけのために壺に草木を入れていぶす習慣が存在し、壺が横型になって、豚の形にデフォルメされるようになったとも言われる。三丁目の夕日にも取り上げられており、そこでは、養豚場で、かよけに、円筒状の土管のような器を使用していたのが、その煙を少しずつ出すように口が小さくなっていき、製品化する過程において、豚の形に変化したという説が挙げられている。 大正4年の新聞広告に、かやり豚が登場していることから、明治時代に考えられたとも説明されている。このほか野生の豚を、日伏せの神様とする信仰があったという説や豚分けに覆われていて、蚊に刺されにくいと考えられたためという説もある。なお、今日では、線香を用いない、電気カトリにおいても、本体を豚の形に模した製品が販売されている。 ありがとうございます。